はい、皆さん、こんにちは。歴戦に講師の森間です。本日は、え基準点発表を受けていった形でお話をしていきたいというふうに思います。令和5年度、司法書試験え、こちらの卓一式の基準点、えこれがつい先ほどえ発表されましたえ。それについて少しコメントをしていきたい。速報という形になりますが、コメントをしていきたいというふうに思います。でまずですね、法務省から発表された資料、えこれが画面に出ておりますが、 まず、受験者、こちらの人数が発表されております。それから、受験者が1万3372人ですね。まあ、出願者数、これは事前に発表されていますが、午前、午後、こちらを合わせた両方を通して受験した数の人数ですね。こちらが1万3372名といった形で発表されております。それから がですね、今回、皆さんが待っていた情報だと思いますが、卓一の基準点、この基準点を突破しなければ、記一式の採点をしてもらえない。えつまり、その後の最終的な合格が得られないという形になりますが、午前の部が105点のうち78点。えつまり、26問という形になります。26問とれてれば、午前の部は突破ですよと。それから午後の部が105点中75点という形になりますから、まあ、いわゆる25問。 午前が26問、午後が25問といった形になります。エレックの検証会でも、午前の部、午後の部予想しましたが、ちょうどぴったりの数字ということになっております。エレックでは午前が26か25、で午後がです、ね、25か24って話をしておりましたから、ちょうどそちらの点数がぴったり合致したといった形になります。で、この点数、これをクリアしてないと、 えーまあ、基準点突破ということにならないんですが、まあ、これがちょっとどういう意味かというところをですね少しお話をしていきたいと思いますが、画面の方には平成30年の方から、1、2、3、4、5、6年度分ですね、6年分、えー、この資料というものを載せておきました。で、今回はですね、一番下、令和5年がこちらになりますが、受験者と、それから午前の部、午後の部といった形の、えー 基準点ですね、それとそれについての突破者の人数、これが今回発表されております。で、これをちょっと見ていく形になりますが、そうすると、午前の部の人数と午後の部の人数は出ておりますが、それの双方の人数が発表されておりませんから、期日式、これを何名が採点してもらえるかってことは、あまあ正式にはまだ分かっておりません。ただ、これ、午前の部の人数、それから午後の部の人数は分かっておりますから、大体想定することはできます。 で私もちょっと関数みたいなのを作って、えー、計算はしてみました。まあ、つまり、えー、午前の部と午後の部、えー、これが全く、えー、こう人数があ一緒だったとしても、メンバーがこうかぶってる。 場合とそれからかぶってない場合がありますから、全員かぶってればその人数ですが、えー、つまり午前上位だったとしても、えー、午後はあ、まあ、上位ではありませんでしたみたいな人は、午後の方で、えー、基準点に達しないわけですから、どんだけかぶってるかっていうパーセンテージ、えー、これが分からなければあ、双方の人数は出ないわけですね。で、これは数学的に出るものではありませんから、過去の統計を見ると、えー、大体、えー、平成30年から令和4年まで、午後と午前どれだけ、えーまあ、人数がこう、 えー、一致しているのかということを見ると、まあ、今年の、えー、令和5年度に関しては、記述式は大体、えー、去年と同じように、まあ、少なくとも2300ぐらいはいくといったような計算になっております。ですから、やはりですね、えー、この今回は令和4年度よりもちょっと受験者が増えておりますので、まあ、去年と同じように、まあ、記述の採点がしてもらえる、あるいは、 私の計算だとそれ以上、まあ、少し多いかな、あ,あいった人数の採点がしてもらえるかなというふうには計算しております。で、こんな形でですね、基準点の発表がされましたが、これ。 まあ今は速報といった形でお話をしておりますが、もう少し詳しい分析のところですね、これをレックではガイダンスでお話をしていきます。えー、2023年8月20日日曜日、8月20日日曜日、根本講師の方が担当する形になりますが、まあ、法務省の基準点資料を読み解く、えー、という形でお話をしていきます。またこのガイダンスの方では、気鬱リサーチ情報の公開といった形で、えレックの方で、まあ、皆さんの記述式の採点、これをですね、気、え、鬱、ーまあ、式 の再現答案これを採点して、えーまあ、お渡しをするというサービスをしておりますから、まあ、その記述、ね、式の答案、これを見て、これぐらいかけてれば合格できるのではないか、こういう間違いが多いから、ここは少し危ないのではないか、このような分析をしてお話をしていきますから、ぜひ20日のです、ね、こちらのガイダンスの方も参照していただければというふうに思います。で、それから、えー、今度はです、ね、この基準点の発表を受けて、 皆さんの方ではそろそろこう勉強再開ということをする時期かなというふうに思っております。で、私個人としてもですね、本試験が終わった後から、まあ、そろそろ まあ休んでいいですよ。まあ、本試験が終わった後はですねしっかり休みなさいこんなお話はしております。やっぱり一生懸命勉強した以上、少し休まなければ、やっぱり次に走り出すことができないということになりますよね。ですから、しっかり休みましょうってお話をして、皆さん、まあ、ゆっくり休めたでしょうか。さあ、でもですね、いつまでも休んでるというわけにもいきませんから、これをきっかけにするといいんですね。 私もこうスイッチを作っときなさいみたいなことを言いましたけれども、この8月14日の基準点発表というのが、まあ、本当にいいスイッチということになると思います。ですから、これをきっかけに、ぜひ勉強再開といった形で動き出すというふうにしていただければ、一番タイミングとしてはいいのかなというふうに思います。 でこの勉強を自分で再開するっていうのも、まあ、なかなかこう難しいところはありますよね。動き出すときがやっぱり一番あ大変なわけです。ですからそういうときにはもうガイダンスに先ほど言ったようなガイダンスに参加するだとか予備校のえ無料公開講座なんかを受けていただくっていうとやっぱりこう走り出せるかなというふうに思います。で私の方でもですね18日の金曜日からあ V マジック攻略講座といった講座が開講していってその1回目が 無料講義といった形で開放されております渋谷本校の方でも渋谷駅前本校でもそれから全国のレックそれから YouTube の方でも配信しますから、まあ、ぜひこちらをご覧になっていただいてよしやるぞと思っていただいたらですね勉強再開ができるかなと思います。 では、そちらのガイダンスや公開講座などでもお待ちしております。今回はですね、基準点の発表を受けてといったことで、まあ、速報の形でお話をしました。では、最後までお聞きいただきありがとうございました。